山野辺町の山中に山菜取りに出かけたとみられるお年寄りが行方不明となっています。行方が分からなくなっているのは、山形市白西町の無職藤沢睦夫さんで、昨日、車で出かけたまま夜になっても帰宅せず、家族が届け出ました。藤沢さんは自宅から山菜取りの道具を持ち出していて、山形署が 携帯電話の反応などを手がかりに山留町大わらびの山中で藤沢さんの車を発見、今朝8時から10人体制で捜索しています。